何かご用でしょうか。地上に行くには転送陣の前に立ってください。その転送陣を使うと地上への転送魔法が発動します。スノーが気になる。あいつの宮殿に向かおう。それなんですが、違う町に行ってみませんか。スノーを放っておくのか。地上ではあれから時間が経ってないんです。宮殿はまだ限界態勢で、スノーとの接触はほぼ不可能でしょう。ほとぼりを冷ませということか。それではルクセリオという町に転送します。この世界の中心といえる都市です。ライトさんを列車の中に転送します。列車の中に転送するので、駅に着いたら降りてください。駅前で事件が起きているようです。分かった、送ってくれ。冷静ですね。未知の世界に放り込まれるのに、やっぱり大胆不敵だな。大胆というか、何も感じない。迷いも恐れも切り取られたようだ。無理は禁物ですよ。では行きましょう。光と祈りの町ルクセリオ、人々に救いをもたらす教えの都。この世をかろうじて保つ秩序の拠り所ですね。ルクセリオの社会は神への信仰を中心に回っています。町を治めるのは万能の神ブーニベルゼを崇める教団救世院。神の救いを歌う救世院の教えが人々の心を照らす希望の光となっているんです。ただこの町には神の意向が届かない影があるようです。神に背く異端の者がうごめく闇が。また女だってさ。怖い。異端の奴らの仕業だろう。神の都で血の匂いとはな。単なる事故じゃありませんね。殺されて捨てられた。ライトさん、助けないと。必要ない。人形だ。ホープ、落としたやつを見たか。周辺に不審なものは。ダメです、痕跡はありません。影も形も。一体誰がいつの間に。どうやら人事では済まない。
コート・ルクセリオか。光の都だからこそかえって影は濃いらしい。何者かが解放者を狙っている。遺体が見つかった場所で話を聞いてみましょう。昨日解決を急がねばならん。神の恵み厚きはずのこの都で罪なき女性が3日続けて殺されたのだ。人々はおののき、信仰が揺らいでいる。何か情報があればぜひ私まで知らせてほしい。犠牲者には明らかな共通点があってな。3人ともバラ色の髪をしている。そう、まさにあなたのようだ。あなたも標的とされるかもしれぬ。くれぐれも気をつけるのだな。午後9時です。今宵の心を困っている人がいたら助けてあげてください。そうすることで彼らの魂を解放できます。苦しみに、ここから眺めているといろんなものが見えます。例えば夜になると集まる白い服の一団、救世院に逆らう異端の徒、女神の信徒です。神に背く異端者ども、これまでは身を潜めていたのですが、近頃は救世院の意向も恐れず堂々と街中をうろつくようになりました。世界の寿命が尽きることを感じて焦っているのでしょうか。捜査の手がかりになりそうな話ですね。この調子で聞き込みを続けましょう。それは犯人が吊るした人形だ。大事な証拠であるから手を触れぬように。被害に遭った女性は人形と同じバラ色の髪をしていた。横島なる解放者とはすなわちバラ色の髪の女。犯人はそう信じているようだ。おそらくは救世院に立てつく女神の信徒どもの仕業だろうが、キャツらは何を根拠にそう考えておるのやら。貴重な証言でしたね。審問官も興味を示すと思いますよ。審問官に伝えるべき有力な情報だと思います。もう少し。いや、これは物騒なことになりましたね。闇の狩人が解放者を殺すだろうって言葉、まるで予言みたいにも読めませんか。噂では女神の信徒たちは予言の書というものをとても大切にしていると聞いたことがあります。見れば未来を知ることができる不思議な物体だとかなんとか。異端の信じる予言、どんな内容かは見当もつきませんが、事件を起こす理由にはなりそうですよね。審問官に伝えるべき有力な情報だと思います。もう少し。横島なる解放者を闇の狩人が殺すだろう。気になる言葉です。闇の狩人の名前は以前宿泊されたお客様から聞いたことがあります。何でも女神エトロを報じる狂信者の親玉だとか。ただ本当の正体はよくわからないんですよ。一連の事件は死の女神エトロを信じる異端どもが犯人と考えるのが自然でしょうね。闇の狩人とやらが裏で糸を引いているのでしょうか。捜査の手がかりになりそうな話ですね。この遅いですね。ひょっとして何かあったのでは。嫌な予感が。どうした、例の事件の関係か。いえ、関係あるかはわからないのですが、実は交代の時間になっても同僚が来ないのです。事件に巻き込まれたんじゃないかと心配で。
同僚ということは駅員だな。ええ、お調子者ですが臆病なやつでしてね。名前はホムスと言います。もし見かけたらソートンが心配していたと伝えてください。わかった。ホムスという駅員を見かけたらお前の話を伝えておこう。お前は駅の職員だろう。同僚が心配していたが。同僚？ああ、もう交代の時間でしたか。でも今はそれどころじゃ。実は俺、見てしまったんですよ。時計塔に人形を吊るした連中を。そいつらが潜んでるかと思うと怖くて仕事なんか行けませんよ。犯人を見たのか。詳しい話を聞かせてくれ。俺を駅までガードしてくれたら話します。ここで言うのはちょっと誰に聞かれてるか分かったもんじゃない。事件の目撃者や不審な人物がいないか探してください。何か手がかりをつかんだら審問官に伝えましょう。救世院が運営する鉄道の駅です。人々を乗せるだけでなくユスナーンで生産される物資も運ぶこの世界の大動脈ですね。さまざまな人が利用する駅です。乗客や駅員に怪しい人物が紛れているかもしれません。皆様のご協力をお願いします。私何も見てませんしね。ホームス、無事だったんだな。気になって仕事も手につかなかったぞ。すみません先輩、事件に出くわしてすっかり怖くなっちゃって。でも言い訳ですね。仕事を投げ出すなんて俺最低です。あ、いや君が無事ならそれでいい。実は昔後輩が魔物に襲われて亡くなったことがあってな。君がなかなか姿を見せないからその時のことを思い出して余計な不安を募らせてしまった。そんなことがあったんですか。何も知らなくて心配かけてました。わかりました。俺これからは絶対遅刻しません。もし俺が遅れると先輩が辛労でどうかなっちゃいますもんね。互いを思いやる心に魂の平安を。約束通り俺が見たことを話します。時計塔から人形を吊るしたのは混沌の女神エトロを崇める女神の信徒たちです。事件を調べる審問官に伝えようと思ったんですが犯人に目をつけられそうで話せなくて。審問官に伝えるべき有力な情報だと思います。もう少しこういう話を集めましょう。女殺しの犯人が異端であることを疑う者はいません。救世院もそれを前提に捜査を続けています。死の女神エトロを奉じる狂信者たち、彼らは白い装束に身を包みこの近辺に集います。彼らが町の外れにある墓場の電話を使っているのを見た者もいるそうです。密かに通じ合い闇にうごめく輩、一体何を企んでいるのでしょうか。犯人は死の
の女神エトロの信者。目的は何なんでしょう。泳がせて探ろう。通行止めが終われば信者たちも動き出すはずだ。後をつけて目的地を突き止める。審問。待て、待ってくれ。俺は闇の狩人のことなんか何も知らない。闇の狩人がどうかしたのか。犯人に関わりがあるようだが。なんだ、闇の狩人を知らないのか。ルクセリオの影の主、暗黒街に語り継がれる男さ。まあ実は会ったことはねえんだけど、俺闇の狩人とマブダチだって周りに言いふらしちゃってさ。そこへ来てこんな事件だよ。解放者を殺すとかいう闇の狩人とマブダチだなんて嘘なのに、オカミが冗談を本気にして俺を捕まえに来るかもしれないだろ。それでビクビクしてたんだ。あんたのことも役人だと思ってたよ。大審問官殿につないでほしい。ああ、行った行った。近頃この辺りには人目もはばからず、女神の狂信者たち、異端の輩が集まってきます。白い装束を着た不気味な奴らです。この間は彼らが気になることを口にしていました。邪悪な解放者に死を与え、予言を果たせといった内容です。そして殺されているのは女性ばかり。彼らは解放者は女性だと信じているのでしょうか。こんな情報でも審問官に伝えた方がいいんでしょうかね。そんな、闇の神を許しはせんぞ。よもやま話をしに来たわけではあるまいな。事件に関係する話なら聞かせてもらおう。女神の信徒という連中が集まっている。区画封鎖を解除すれば奴らも動き出すはずだ。奴らを泳がせてみろと、うん、悪くない提案だ。いいだろう。私の責任で封鎖は解除しよう。実はいくつか目撃情報が集まっていてな。例の人形を吊るしたのは女神エトロの信者とも。そうだな。お、そこまで知っていたか。近頃は聖なる都の中枢でも奴ら異端がのさばるようになった。あの愚か者どもは神の救いを信じておらん。それゆえ絶望しこのような事件を引き起こすのだ。哀れな者たちよ。輝ける神ブーニベルゼの恩寵を信じてひたむきに歩めば魂は解放され救われるというのに、なぜわからないのだ。皮肉なことだが、奴らが解放者を否定したことで神を信じる私の思いはかえって深まった。あるいはこれもまた解放者の導きかもしれんな。信じることで救われるなら、信じたいように信じればいい。救世院からお知らせします。ただいま北駅周辺の封鎖を解除いたしました。繰り返します。治安維持令に基づく駅周辺の封鎖は現時点で解除されました。ご協力ライトさん、ありがとうございました。解放者には聖なる力があります。時の流れに干渉することさえできるんです。時間を操れるというのか。ええ、クロノスタシスという魔法で時の流れを遅くすることができます。神の領域から力を引き出す一種の奇跡ですね。ですから何度でも使えるわけではありません。ここぞという時に使ってください。聖者が降臨なされたか。視界カオス魔物。いつしか見慣れた光景になってしまった。ふっ。はっ。出てみろ。出てくる。
しな。今回はまだまだ、ここも捨てたもんじゃないさ。いらっしゃい。ウィルダネスさんの珍しい食材があるよ。お、こいつの価値が分かるとはかなり目が高いと見たね。こいつの粉末は最高級の薬になるんだ。でも実はなかなか買い手がつかなくて弱ってたんだよ。ちっとばかし値が張るからね。お買い上げいただいたお礼にこっそり教えとこう。うちはよろずや家業が本職なんだ。暗黒街の方にも少し顔が利く。暗黒街だと？おやおや、お客さん、あの場所に興味があるのかな。でもあそこの奥の方はおっかない異端の連中が仕切ってるからね。でもことを荒立てずに堂々と出入りしたければ私が手伝ってあげられるよ。ずいぶん古いペンだな。誰かが埋めたもののようだが。いらっしゃいませ。どの術になさいますか？ようこそ。またのお越しを。